カルチョ・ホッチャ 1920SSD は、イタリア・プッテラ・ダ州、ホッチャに本拠地を置くサッカークラブチーム。2019から20シーズンはセリエ D に所属。スポルティーバ・クラブ・ホジアとして1920年5月に設立。そのすぐ後に US アトレタとマチステと US プロ・ホッチャ、そしてスポルティング・クラブ・ホッチャの4クラブが統合してリーグに参加し、 1957から58シーズンには SC フォッチャとフォッチャインセディトが統合し新たに SC フォッチャインセディトとする。1961から62シーズンにはドメニコローサローサが新会長として就任し、オロンソ・プリエゼが監督としてセリエ B に昇格する。ローサローサプリエーゼの快進撃は止まらず1963から64。 シーズンには、セリエ A 昇格して3年連続で残留。1965年1月31日には、エレニオエレーラでインペルを3から2得出した。1966から67シーズンから3、シーズン指揮を取ったトンマーゾ・マエストレッリは、1973から74シーズンに、SS ラツヨの監督に就任すると再配が的中し、ラツヨに、 史上初のスクレットをもたらしている。1972から73シーズンでは、監督にラウロトネアットを招き入れて戦ったが、スポーツ裁判でマイナス6のペナルティを受けてしまった、過去もある。70年代で、セリエ A の舞台に上がれたのは1976から77シーズンと1977から78シーズンの2度。この時の会長は、 アントニオ・フェイシェで、エッド・レ・プリチェッティが監督を務めていた。1984年4月24日には、アントニオ・リオーチェ、フラテッリ、パスクアーレ、アニエッド・カシロを中心とした、ホッチャ人によるロッソネイリが結成され、US4 チャの新しい歴史が始まる。1988から1989、シーズンは、セリエ C のジロー・ネビーで、 パレルモと最後まで争いセリエ B 昇格を決めた。1989年にズデネク・ゼーマンが監督となったホッチャは急激に強さを増していく。4から3から3でゾーンのプレッシングがプレイヤーにムーブメントを起こしセリエ A へ返り咲く。1991から92シーズンにはランバウディバヤーのジュゼッペ・シニョーリの迫力あるトリオがスペクタクルなサッカーが セリエ A で旋風を巻き起こす。後に、この快進撃は、ゼーマン・ランディアと呼ばれることとなる。しかし、シニオリガラツヨへ引き抜かれてから勢いを失い、ズデネク・ゼーマンまでも失った US フォッチャはそこから暗黒期に入ることとなった。パスクアーレ・カシロが会長職につき、スポーツディレクターにジュゼッペ・パボーネを就任させるも主力が抜けた US。 ホッチャは1998年にはセリエ C1 に降格し、1999年にはセリエ C2 に転落していった。プロフェッショニスティが運営するセリエ C が主戦となっていた2002から03シーズンにミスターホッチャというべきパスクアーレ・マリーノを招き入れる。マリーノの手腕でロベルトでゼルビとミケーレ・パツエンツァの才能を開花させ4年ぶりにセリエ C1 へ昇格させた。 そして、2007年には、コッパイタリアセリエ C で決勝まで勝ち進み、ファイナルでも勢いのママクネオを3から1と下して、優勝し初タイトルを手にする。2009から10シーズンは、レガプロプリマディビジオネのジローネビーで降格争いに巻き込まれてしまい、プレイアウトに回ったが、トータルスコアで勝ち越し残留。再建を担うべく2010年7月14日に、会長が、 パスクアーレかシロからマッテオビアンコフィオーレに代わり3度目の監督業となるズデネク・ゼーマンを就任させセリエ A を狙うがゼーマンがわずか1年で退任すると2010から11シーズン終了後には財政問題によりレガプロから翌シーズンの参戦を認められず新チーム ACD ホッチャカルチョとしてセリエ D から再スタートを切った 2012から13シーズンを終えるがプロセコンダ、リビジオーネに昇格した GKDFMFFW。ありがとうございます。